琉球イノモトソウテリスクアンシスタ川は、イノモトソウ科のシダ植物。イノモトソウに似て、小柄で、主軸に翼がない。常緑性の双本。根茎は短くて、斜めに立ち、輪片がある。輪片は小さくて、幅が狭く、色は黒褐色。歯には明確な荷型がある。いずれも傭兵は、藁色から褐色で、根本へ行くほど色濃くなり、気分は、 暗色、やや光沢があり、基部には臨変がある。胞子葉は全体で長さ30センチメートルほどで、傭兵が葉心よりはるかに長い。葉心は単偶上だが、側右辺は1対か2対しかない。側右辺の幅は3から5ミリメートルで、最下の右辺は分子を持つこともある。胞子の群は葉心のほぼ全体にわたってその縁につく。栄養葉は、 帽子用の半分程度の長さで、陽親は、側右辺を1体しか持たないことが多いが、側右辺が分子を持つこともある。また五室服用や、さらに、最下の側右辺が基部で分子して7で上となることも、ある。右辺の幅は1から1.5センチメートルとやや、幅広い。頂き右辺は、側右辺の2倍以上に長く、先端は尖らず、円には不規則な虚子がある。 鹿児島県南部から琉球列島にかけて見られ、国外では台湾とフィリピンからも報告されている。鹿児島県南部では稀だが、沖縄ではごく普通種。道端の石垣やて、石灰岩の隙間などに出現する。沖縄ではごく普通に見られる。村落や墓地などにも普通に見られるので、沖縄でごく身近な死だである。井のも相続には日本に20種以上があり。 その姿は多様である。本種によく似た普通種に、イノモトソウがある。よく似ているが、本種はより小柄でこじんまりとしている。明確な違いとしては、ガワウヘンの養身が、主軸に流れて、翼を形成することであるが、他に、イノモトソウでは、栄養用が明確なうじを吹くようになり、ガワウヘンは2から3体あること、そのガワウヘンの幅が1センチメートルほどとより細い。 ことが挙げられる。この種は、琉球列島まで分布するが、その数は、ごく少ない。時に、イノモトウと混成し、雑種を作ることもある。イブスキイノモト僧 P ナメガタへと呼ばれ、鹿児島県、沖縄県から報告がある。以下、種として、岩月編長 P135 発島、P159 岩月編長 P135 田川、P58 池原、 P199 島袋 P5 鈴木 P45 初島 P159 鈴木 P45 岩月編著 P139 ありがとうございます